はいどうも皆さんこんにちは、レンです。ということで今回なんですけども、2021年版美人可愛い人気の女性声優ランキングということで、株式会社 CM サイズさんが調査した結果なんですけど、10代から30代の男女合わせて2200名の投票がありまして、トップ20位までのランキングとなっていますので、今回こちらを紹介していきたいと思います。イノリンとかミックとかね、まあザーさんとかもうめちゃめちゃ可愛い声優さんたちたくさんいるので、どんな感じのランキング結果になっているのか早速20位から発表していきたいと思います。第20位真央さんです。女優としても活躍されています。女優の時の芸名が一道真央さんです。出身地が大阪で、1992年2月1日生まれの大型です。代表作にプリンセスコネクトより、ユースティアナ・フォン・アストライア・モトイ・ペコリーヌ、転生したらスライムだった剣のシオンだったり、アイドルマスターシンデレラガールズより詐欺沢ふみかなどなどね、めちゃめちゃ有名な作品に幅広くね出演されている声優さんです。僕は学校暮らしのリーさんで初めて真央さんを知ったんですけど、イノリンが見たくて生放送とか見てたんですけど、もうね真央さんもめちゃめちゃ美人なんですよね。ということでそんな真央さんが第20位です。では続いて第19位、無印ラブライブ世代のね僕にはめちゃめちゃ刺さりますね、新田恵美さんです。恵美ツンでございます。長野県出身、1985年12月10日生まれの B 型、代表作にラブライブの高坂ほのか、ダカーポ3より森園立花、境界線上のホライゾンより丸がなるぜなどなどね、やっぱり高坂ほのかちゃんが一番有名ですよね。ラブライブは社会現象になりましたし、ラブライブを見てアニメ好きになったっていう方もいるし、声優さんにね興味を持ったっていう方もね多いんじゃないかなと思います。そんな新田恵美さんが19位です。では第18位、これまたすごいですね、久保ゆりかさんです。ちかちゃん、奈良県出身、1989年5月19日生まれの A 型です。代表作にラブライブより小泉花代、青豚シリーズよりあずさ川楓、少女週末旅行より優里などなど、めちゃめちゃ有名な声優さんです。あとスタイルめちゃめちゃいいんで、ラブライブやっぱ強いね。ということで久保ゆりかさんが第18位です。では第17位、もうまたまたすごいですね、南條佳乃さんです。静岡県出身、1984年7月12日生まれ大型です。代表作にこれまたラブライブより綾瀬えり、天気絶唱シンフォギアより月読み調べ、とある科学のレールガンより淡月マーヤなど、人気作品にねかなり出演されている声優さんです。そしてなんといってもフリップサイドのねボーカルということで、もうめちゃめちゃ歌がうまい、オンリーマイレールガンはねもういつ聴いても色褪せないね、もうほんと神曲ですね。ということで南條佳乃さんが17位でした。では第16位、中島由紀さんです。敵川由紀でございます。和歌山県出身、1997年9月12日生まれ B 型です。代表作にバンドリより今井梨沙、アイドルマスターシンデレラガールズより音倉優希などなど、本当にねもう可愛らしいアイドル並みのね可愛いルックスの彼女なんですけど、バンドリが好きな方はね知っていると思いますけども、今井梨沙は、ロゼリアのベースを担当していて、ユッキー自身もベースバリバリに上手いんですよね。この可愛さでこの声で楽器まで弾けてしまうというね、もう無敵ですね。ということで中島由紀さんが16位でした。では続いて15位、河野麻里香さんです。東京都出身、1994年2月22日生まれ A 型です。代表作に僕もね最近結構ハマってきてます、ウマ娘よりサイレンス鈴鹿、リゼロから始める異世界生活よりペトラレイテ、商売ロックより縛り、商売ロックでは噂のペタルズでボーカルも務めているので歌もうまいです。そしてこのビジュアルですからね、めちゃめちゃ綺麗ですね。ということで河野麻里香さんが15位でした。そして第14位、もうラブライブ強すぎですね、飯田里穂さんです。埼玉県出身、1991年10月26日生まれ B 型です。代表作にラブライブより星空凛、ジャシンちゃんドロップキックよりペルセポネ2世、怪獣ガールズよりアギラなどなどですね、もうラブライブ強すぎません。リピはねサンマ御殿とかね、まあテレビにも結構出ていてね、もう素晴らしいなと思いました。そんな飯田里穂さんが第14位でした。では第13位と言いたいんですけども、同率ということで、同率12位、まず1人目の12位がさくらあやねさんです。東京都出身、1994年1月29日生まれ B 型です。代表作にシャーロットよりともりなお、ご注文はウサギですかよりホトココア、五等分の花嫁より中野四つ葉などなどね、もうめちゃめちゃ今大人気の声優さんでございます。あやねるはねもう動画内でもういつも結構ね話しているのでね、もう本当に大好きなんですけど、12位なんだっていうね、まあ高いけどもっと上なのかなと思ってたんでね、ちょっとびっくりですけど、そんなさくらあやねさんが第12位でした。で同率12位が小倉優衣さんです。群馬県出身、1995年8月15日生まれ大型です。代表作に変態王子と笑わない猫よりつつかくし月子、寄宿学校のジュリエットよりワンディア、神様のメモ帳よりアリスなど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 、もう人気作品にいっぱい出ていらっしゃる。ゆいちゃんにねもうロリキャラをやらせたら、もう本当に右に出るものはいないっていうぐらいマジで可愛いからね。で本人もめちゃ可愛くて歌もマジ可愛い。そんな小倉ゆいさんがさくらあやねさんと同率で12位でした。そして第11位、久保田美優さんです。
埼玉県出身、1995年1月31日生まれ、 A 型です。代表作にプリパラより北条ソフィー、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会より朝香かりん、邪神ちゃんドロップキックよりメデューサなどなど、もうとにかく歌がうまいです。てかやっぱりラブライブっていうコンテンツはね、強い。キャラと一緒にね、声優さんも好きになるからね。ということで久保田美優さんが第11位です。てことで10位の発表です。半分切りました。第10位、藤井幸雄さんです。神奈川県出身、1985年5月8日生まれ、大型です。代表作にアイドルマスターミリオンライブより所めぐみ、リゼロから始める異世界生活よりミミパールバトン、天城ブリリアントパークよりラティファフルーランズなどなど、たくさん出演されているんですけどもね、あのセーラームーンの新しい方のやつの、あのセーラーサタンね、あれ可愛いですよね。あとさ、本人が綺麗すぎてえぐいよね。もう超絶美人じゃね。ってことで藤井幸雄さんが10位でした。では続いて第9位、申し訳ございません、第9位の方ちょっと僕ね、あの存じ上げませんでした。なんですけど第9位ということはね、かなり人気なのかなと思います。もっと勉強します。第9位、スミトモミジェナさんです。京都府出身、1994年9月5日生まれ、 B 型です。調べてみたらめちゃめちゃに綺麗な方でびっくりしましたね。こんなに可愛い人なんで今まで知らなかったんだと思ったらね、主にねゲームの声優さんをしてるらしくて、あーちょっとゲームは専門外だった僕。ってことで9位が、スミトモミジェナさんでした。では続いて第8位、小松美香子さんです。三重県出身、1988年11月11日生まれの B 型です。代表作に汎用のヤシャ姫より刹那、 K より猫、ニセコよりつぐみ聖志郎などなどね、もう有名作にめちゃめちゃ出ていて、もう K の猫めっちゃ好きだし、あのオレガエルの戸塚とかね、いやもうめちゃいい声。あの最近だとね、呪術のあの善意巻とかイケボなんすよ。そんな小松美香子さんが第8位でした。はい、んで第7位なんですけども、第7位ね、僕大好きな声優さんでございます、茅野愛さんです。東京都出身、1987年9月13日生まれの大型です。代表作にノーゲームノーライフの白、ギルティクラウンよりゆずりはいのり、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの、ほんまめいこなどなどなど、もうちょっとね、あのヒロインねやりすぎて、あの代表作もうやばいんですよ、多すぎるんですよ。僕ねさやかの大好きすぎてね、もう歌葉先輩もう超好きだし、キジュリのペルシアだったりね、もう上げ出したら無限に出てくる、もうカヤノンはえぐい。その中でもギルクラの祈りちゃんはね、もうドハマりしたんでね、ほんと僕の中でもすごい特別な女の子ですね。ということでそんな茅野愛さんが第7位でした。では続いて第6位、これまたえぐい声優さん来ましたね、上坂すみれさんです。神奈川県出身、1991年12月19日生まれ大型です。代表作に中二病でも恋がしたいよりデコモリサナエ、ガールズ&パンツァーよりノンナ、バンドリより白崎千里などなどなど、有名なキャラクターね結構演じていらっしゃるんですけどもね、もう上坂すみれさんのね本当に強いとこっていうのは、アニメのオープニングとかエンディングねめちゃめちゃ歌ってるんですよね。そんでね、なんといってもねビジュアルがねめちゃめちゃ可愛いのと、あのね、あとエッチです。ってことでそんな上坂すみれさんがね、第6位でした。もうすごいね。では第5位ですね、もう5位まで来ました。第5位、いやもう最高です、天宮そらさんです。東京都出身、1993年8月28日生まれの AB 型です。代表作がこの素晴らしい世界に祝福をより、アクア、7つの滞在よりエリザベス、1週間フレンズより藤宮香織などなどなどね、もう本当に天宮そらさんはメインヒロインやりすぎててね、もう本当にね代表作ばっか。カノカニの千鶴も可愛いし、東京グールのトウカちゃんでめちゃめちゃイケボを出すと思ったら、フラメモのアイラがめちゃめちゃ可愛い声っていうね、もう何でも演じられるね。もうこんぐらいにしとこう、もうキャラクター出しすぎたらえぐいことになりそうだからね。ということで第5位が天宮そらさんでした。じゃあ行きましょうか。第4位、紀藤あかりさんです。あかり、愛知県出身、1994年10月16日生まれの B 型です。なんか心なしか B 型の声優さん多いな。代表作が鬼滅の刃よりかまどねずこ、自爆少年花子くんより八代ねね、虚構推理より岩永琴子などなどね、今大人気の声優さんですよね。で僕は足立が好きです。妖術の鈴音とかもやってるしね。というかさ、鬼滅の刃のねずこは確かにすごいと思うけどね、テレビではね鬼滅の刃のねずこの声優さんですよみたいな紹介を受けててね、もっといろいろやってるけどなと思いながらね、やっぱりでも一般の人には鬼滅が一番わかりやすいもんねってね、勝手に自己完結しております。まあそんな紀藤あかりさんが第4位でした。じゃあ来ましたね、第3位がなんと内田真彩さんです。丸いだそう。東京都出身、
身、1989年12月27日生まれの A 型です。代表作が中二病でも恋がしたいより、高梨立花。ご注文はうさぎですかより、キリマシャロ。アイドルマスター、シンデレラガールズより、神崎蘭子。など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 、もうほんと上げ出したらキリがないっていうぐらいね。マーヤちゃんの声はほんとに神がかってると思う。で、本人自身もめちゃめちゃ可愛いんですよ。で、おしゃべりが面白いし可愛い。もう生きてるだけで天才。ということで、そんな内田マーヤさんが第3位でした。で、ついに2位なんですけども、もう2人ね、もうわかるよね。もう大体の人はもうわかると思う。もうあの人かあの人しかいないなっていう。野沢雅子さんとかも入ってるかなと思ったけど入ってなかったね。で、この2人ね、もうどっちが1位なのかっていう話ですよね。ということで、早速第2位の発表です。第2位。花澤香菜さんです。ザソン。東京都出身、1989年2月25日生まれの AB 型です。代表作が物語シリーズより戦国なでこ、ニセ恋より小野寺小崎、俺の妹がこんなに可愛いわけがないより五香瑠璃などなどね、普段アニメとかあんまり見ないっていう方でもね、知ってる方がいたりね、今一番有名な女性声優さんじゃないのかなと思います。しゃべくりとかも出てたしね、バラエティめっちゃ出てるよね。さすがバラエティ声優。まあ、こんな言い方したらね、ちょっと語弊があるかもしれないんですけども、ザーさんを出せばもうそのアニメはね安定すると思う。それぐらいねもう強い声優さんなんですよね。で、可愛いもう賢章さん羨ましい。ことで花澤香菜さんが第2位でした。で、そんなザーさんを超えて1位になったのが、もう僕も大好きでございます、はい、水瀬いのりさんです。東京都出身、1995年12月2日生まれの B 型です。代表作がご注文はうさぎですかよりカフーチノ、リゼロから始める異世界生活よりレム、心が叫びたがってるんだより成瀬淳などね、今引っ張りだこの女性声優さんですね。とにかくヒロインをめちゃめちゃ演じてるし、演技力、そして歌唱力、そんでもってビジュアル、どれを撮ってもね、もう最高級。で、インスタライブ可愛すぎるし、ラジオは面白いしね、もう何でもできちゃうじゃん。もう何なのもう、本当に。天才女神様です。ことで1位は水瀬いのりさんということでね、こんなランキング結果でした。個人的にね、青ちゃんとかね、リエリーとか入ってないんだっていうのにちょっと驚いたんですね。まあそんな感じで最後まで見てくださった方、ありがとうございました。